はい、ではね、今度 E160 のスキット、交換していきたいと思います。これがね、案外こう取れないんだな。取れるけどさ、取りにくいんだよな。はい、空には、ドローンが飛んでます。あ、ここ一個狙っとる。あー、どっかでなくしたか。箱の中で落ちてればいいけど、まあなくても別にいいんですけどね。やっぱしね、純正品はね、揃ってた方がいいんで。はい、じゃあまずスキット外さないと話にならないんで、フロントは多分これは仕込みですね。ここ、真ん中だけしかネジ止まってないんだな。はい、視聴者さんの方にね、E160、買われた方もね、何人かいるようなんでね。スキットってさ、なんでこう、みんな最初黒いんだろうね。まあ、M2 とかはね、まあ、黒いカーボンに、まあ、デザインとしてね、よいしょ、こんな感じにね、白とか、まあ、塗ってるんでね、まあ、それはそれでいいんですけどね。180もね、塗ってます。塗ってるっていうか、まあ、塗ってるな。うん。似てますけどね。はい。真ん中のネジ外すだけでこれ、取れますか？ここなんかくっついてんだよな。ここなんかな。なんか、糊がくっついてんだな。垂れたやつがね、はみ出たやつがね。案外頑丈についてる。はい。じゃあ、これで、おお、はい。はい。これはこれですごいけどね。一体型でやってるんで。で、はい。じゃあ、160。はい。開けてみます。はい。いろいろ、書いてますね。事前スキット取り外してくださいと。取り付け順序は、まあ、うん、書いてます。案外、ちょっと自分読むのはね、苦手なんでね、もう、ほぼ読みません。わからないところはね、あるとね、読むんですけどね。大体、そう、裏にもね、こう説明書、うん、わかりやすく写真とね、こういうネジですよね。まあ、いろいろ、書いてますけどね。これ、スキット、うん。スキットの受けかな、うん。前側は、これでしょ。これ、なんだ。バランスコネクターの、ぶら下げ帽子みたいな。ぶら下げっていうか、まあ、うん。これ、どっちだろうね。前側かな。絵的には、ここにタッピングって書いてるから、ネジのところだから、多分前側ですね。向きは、一応ね、向き、こう、上から見ると、下だけっていうか、まあ、どっちが下か、ちょっと、どっちが下だろうな。絵的には、写真的には、この出っ張ってる方が前ですね。で、このもう一個、これは、どっちがどっちだろうな。これは、うん。まっ平らな方が、やっぱ内側みたいですね。とりあえず、このね、スキットの下、まあ普通、まあ、スキットパイプっていう、部品になると思うんですけど、パイプじゃないけどね。これがフロントでしょ。だからフロントから、いい具合の締め付けですね。スカスカだとね、困るんですけど、きつかったらまたきついでまた困るんですけどね。うまいこと、うん、いい具合の粘り感。ではまっていく。はい、じゃあこれで後ろ側とつなぎましょうかね。
いいよね。後ろは、後ろはちょっときついかな。向きがあるの？入れやすい方向があるのかな。あ、入った。ちょっと後ろのがきついかもしれない。うん、ちょっときつい。よいしょ。多分反対から入れると入りやすいと思うんだけどね。同じ作りしてるはずだから。そう、うん、きっつ。あ、こっちきついな。こういう時に爪が伸びてるとね、邪魔なんだよな、爪がな。はい、あ、ここまで入ったらいいや。はい、どのくらい入れるかはちょっとわかんないんですけど、これはもうお好みで。はい、フロント側もうちょい前かな。で、これバッテリーケース、バッテリーケースがやっぱ説明書見ないとわかんないか。スキット写真の向きでスキット F 穴にフレーム側を奥まで差し込みます。フレームってどれかな。 F スキット F、 あ、スキット F、 フロントの F ね。リアがスキット R で、タイラップで締めると、で、F に純正タッピングねじ込む。ああ、もう先にねじ込むのか。うんと、説明書大事ですね。先にねじ、どうもね、先にねじ込むんだ。この F を先にこのフロントに差し込みので、ネジを締め込むにはどうしようかな。これをこうで、でなるべく、水平っていうか、まあ機体に対してね。ん？どうだろう、このネジ短くないかな。こちらにはネジは入ってないけど、これは純正のネジでいいみたい。うん、じゃあ入ってんのか。単にあの受けの方がバカになってんのかな。結構あの同じ感覚でずっと回るんでね。はい、で後ろにはこの穴があるんでね、ここの差し込み、今までね、こう差し込みのこのイボチン、このイボチン、これね、このイボチンの入る穴とこっちの穴を、タイラップで止めると。まあ、ちょっと順番ね、一箇所ネジやろう。そして3番目、スキットリアを、写真の向きで穴にフレーム側と奥まで差し込みます。ん？フレーム側は奥まで、あ、これ入るんだ、ここ入るんだ、ここに、あ、入るね、入るじゃん、いいじゃん。これ別に、タイラップ必要ない気がする。結構ガッチリ入る、いいんじゃない。もうここ止まってるしね。はい、んで、次、4番、スキットリアにタイラップを通して緑の2箇所に結束、余分をニッパーで切る。まあちょっとここはいいでしょう、抜けないんで。はい、5番、スキットの棒2本をスキット FR に差し込む、すでに差し込んでます。はい、本当はここで、ね、差し込むらしいんですね。あとこれね、自分のねこだわり、ここスキットね、こうまっすぐ向いてるでしょ。これをね、若干ね、こう内側にね寝かせるんですよね。こう斜め、
まあここのね、ここの斜めほど斜めじゃないんですけどね、まあちょっとこの間ぐらい、こんな感じ、こんな感じね、こうじゃなくてこのぐらい微妙なね。でこっちはちょっと傾きすぎてるんでね、同じぐらいにします。あとはこの前後のね感覚、うん、まあだいたい目視ですけど、できるだけね合わせた方が見た目がいいかなと。やりすぎた？こんな感じ？上と下？まあこういう風にね当てがうとね、だいたい水平出てるかなとかわかるんですけどね、見えるかな。で今5まで行ったでしょ。そして6、リポケースをスキッと紫に差し込む。差し込む、差し込む、あ、ん？あ、フロントからね、フロント側からここに穴に、この穴なんかなとずっと思ってたんですけど、これ差し込むんだ。なるほど、これ先に差し込んだ方がよくない？そんな気がする。ここの入りは、うん、まあ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 、ん？まあまあ入ってた。はい、入りました。ここに入りました。で、要はここですね、今度は。はい、差し込んだよ。リポケース前のカラーをフレーム溝に合わせて差し込んでください。カラー、カラー、これですか。この最後に残ってる、これ何かなってずっと思ってたんですけど、どこに使うんだろうと思って。どうもね、フロント側ですね。ここの穴、この穴とこのね、外のこの穴ですね。まあこの前のやつからするとこいつですね、こいつ。こいつが刺さってたところに内側からちょうどここね、なんか段差がついてるんだよね。ここの溝に、このね、板がはまるように入れにくいね、入れにくいね、これをこの穴に入れてのふん、パチンってした方がいいよね。パチンと、うん、きつい、うん、壊れそうだ。なのでここ受けをして、受けをして押し込む、うん、はい、おお、入ったね、入った入った、引っかかった。ほんでもってここを押し込むと、うん、グッと、うん、まだ入ってないよ。どうしようかな、うん、ちょっとこねて入れるとなんとか入った。はい、ガッチリ入りました。すごいな、これ作りきるんよね、すごいね。で、これで終わりかな。青の部分をタイラップで止める。ああ、この穴ね。この穴と、ここ通してするって書いてるんですけど、ここもね、がっちりはまっちゃってるんでね、大丈夫だ。はい。じゃあ、これはこれでいいですね。はい。じゃあ、これはこのバッテリーにセルでしょ？にセールでこいつをはめる。どうだどうだ、ん、おお、今も今気づいたんだけど、ここにね、ここ引っかかり、ちょっと斜めの、分がね、前と後ろ側ついてます。そしてね、ちょっとねバネっぽくね、こうなってますね、若干。ね、どうだろうな、ちょっときついかな、ちょっときついな、これちょっと、ね、ここね、リポ結構、かぶってるね。こっちから見るとね、隙間ほんと少ししかないんですよね、1ミリもないぐらい。なので、ちょっとここのね、穴
引っかかり、ここの爪がね、結構下まで、これ160のですよね、確か。電池2セルの。うん。これだと多分きついと思う。うん。ここいらないと思う。これ下手したらここリポがね潰れちゃってちょっと変形しそう。ちょっと怖いかな。うん。多分ねこのぐらいのね厚みならいいかもしれないけどね。多分これぐらいの厚みなら、うん、このぐらいの厚みならちょうど滑らない感じ、いい感じになると思う。うん、ほらこれ滑らないでしょ。で押しもねいい感じでねこう引っ張らないと取れない感じなので、ここはこれねこのぐらい、何ミリだろうな、こんな感じ、1ミリ1ミリ 1.5 ミリか1ミリか、うん、だと思います。ちょっとメジャーがないんでわかんないんですけど、これをね多分無理やり入れたら、うん、ちょっとあれだな、これ厳しいな、多分テストはしてるとは思うんですけど、ちょっと厳しいぞ。うん。これは、後でカットします。うん。ここカットしないと、まあ、リポもね、これ使うとね、どんどん膨らんでくるんでね、まあ、その分の余裕はあるんでいいんですけど、ここを今、この硬さでね、押されると多分変形すると思いますんでね、厳しいな、はい、ということで一応、組み立て完了ですですね、はい。で、キャノピーが入らないとねまた意味ないんで、キャノピーをこれは配線処理どうすればいいんだろう、これでいいかな、いいか、はい、こんな感じでなりました、はい、はい、空に浮くとこんな感じですね。うん、やっぱ黄色は見やすい、うん、見やすいな。まあ、青にするとやっぱし見にくくはなるけど、うん、デザイン的には、うん、どうだろう。でも青のね、こう、蛍光ブルーってあんのかな？青も光れば、このぐらい光ればね、いいんだけど、もし光らなかったら、まあ、黄色でですね。はい。で、あとね、この赤。これなんだろう。あ、これ M2 用か。M2 用だな。はい。あ、赤だとこんな風な感じですけどね。やっぱまあ黄色の方が、おお、なんか今石が飛んできたと。今、総発機の、下ろしたての飛行機が今飛ぼうとしてるところですね。初フライトです。お、なんかすごい音してるな。もう地面がちょっと悪いんでね、ペダが多分当たってるな。はい。はい、ちょっとオーナーが来ました。ちょっと頭隠します。ちょっと地面がね掘り起こされてるんでね、またそれもちょっと悪いな。奥だとね奥向こうに看板があるんですよね、はい、いけるか。車輪はなんかいい感じのオレオ式がついてるな。ギリギリやねんな。うん、ペダがちょっとね。本当は14ぐらい欲しいんやけどな。はい、顔映さないんですけど、中に人が乗ってますね。スプリング強化したんや。総発は、うん、かっこいいっちゃかっこいいな。もらったハッチの。ああ、あれね。ああ、バネを。バネを。おう。
ちょっと飛びそうになるのかな。滑走路がちょっと狭いです。こんな感じでね、今日も、多くの人が、仲間が来てますね。はい、ちょっと飛びそうにないですね。はい、じゃあちょっと戻ります。よいしょ。まあ、とりあえずあの160、これ交換、完了ですね。はい、あとはいいか。これももう外れない、あ、外れる。やっぱタイラップいるかな。まあ、あの引っ張らなければ大丈夫でしょう。横もね、いいと思います。あとはいいか。あとは問題ないですね。これもね、水平尾翼もね、いいかな。はい、以上、交換完了しました。